皆様こんにちは。マレーシアはコロナウイルスの感染によって第2回目のロックダウン MCO2.0 というものが行われています。2020年3月に行われたロックダウン MCO1.0 においては製造業までを含んだロックダウンが行われて輸出産業に大きなダメージを与えたものの、このような成果を得てマレーシアは世界の優等生クラスにランクインしました。しかしその後 D614G 変異型が確認された8月あたりから感染者数は徐々に伸びていき、コロナウイルス検査キットを使った集団検査によって無症状患者が検出され出しました。そして感染者は人口3200万人に対して1日3000人を超える日々が続いているような状態です。 MCO2.0 では前回のように製造業などの世界のサプライチェーンを止めるようなことはできない、そういった形のロックダウンとなっています。12月の終わりにはイギリスからの変異型 B117、 そしてアフリカからの A701V も見つかり、政権争いが激化して政治家の大物たちが毎日のように感染しています。それらを抑え込むために MCO2.0 だけではなく、首相に強い権限が与えられるように国王の名のもとに国家非常事態宣言というものも発令されています。医療体制に関して言いますと、感染者が多い地域では医療崩壊に近いような状態となっています。しかし医療崩壊といっても、コロナウイルス感染者は公立の施設で治療隔離を受けるために私立病院は通常の治療が行われています。逆に公立の施設においては無症状の患者までが隔離されているということもあり、フロントライナーは非常にヘトヘトな状態でして、政府は自宅隔離、そして私立病院の受け入れを始めようとしています。また最近ではコロナウイルスに感染しているかの PCR 検査については、よほど症状があるか、相当な濃厚接触が行われていないと無料でのテストが行われないというルールも始まりました。これによって統計上の感染者数を減らして、本来治療を受けなければならないコロナウイルス感染者への治療に専念しようということだと思います。このような現在の状況から見てですね、マレーシアに唯一残された次の手というのは、ワクチンを何とかしてでも入手して大量に接種していくことにあります。2021年1月の中旬現在、マレーシアではワクチン接種がまだ始まってないんですね。マレーシアの首相、保健大臣、科学技術大臣の話をまとめてみますと、2月末までにファイザーのワクチンを50万回分、これをフロントライナーに接種するということです。そして3月末までに高齢者、ハイリスク者、そして中国シノバック社のワクチンを4月までになんとか1300回分を調達してですね、一般人に接種を開始していきたいということなんです。そして今から12ヶ月から18ヶ月の時間をかけて外国人を含めたマレーシアの住民の 80% に接種を行っていくと計画しています。ファイザーとシノバック以外にもイギリスのアストラゼネカとも購買契約をしており、その他の製薬会社とも交渉をしているということです。ただこのような計画はあるものの、早い話がですね、まだ絵に描いた餅の状態なんです。マレーシアはご覧のように 22% を中国のシノバックから取り寄せる予定でいます。このパーセンテージは首相や大臣がニュースで話すたんびにコロコロ変わっています。ただ一つわかることは、マレーシアは中国のワクチンに非常に興味を持っているということです。今回この円グラフに入っていない中国製のワクチンが採用されていく可能性は大きいと思います。中国製のワクチンの特徴というのはですね、今話題のメッセンジャー RNA ワクチンとは全然違いまして、不活化したコロナウイルスを接種することで免疫をつけるというものなんです。今までの他のワクチンというのはほとんどこのような形で不活化ウイルスタイプのものだったわけですよ。ですので別に新しいものではないんですね。ただ古いものでもないんです。メッセンジャー RNA ワクチンなどの最新の技術が出てくると、中国製のワクチンは技術がないように思われがちなんですけれども、マレーシアが中国製のワクチンを採用する場合、最新の技術を使ったワクチンなどに比べて3つのメリットがあります。まず1つ目は価格なんですね。これは言うまでもありません。日本ですと中国製のワクチンに対して結構偏見があると思うんですけれども、マレーシア政府にしてみればそんなバイアスは全く意味がありません。二重盲検プラセボ対象試験の結果が全てを物語るというふうに考えています。
そんな中国に対するバイアスを持つよりも、どれだけ早くワクチンを行き渡らせるのかということがマレーシアにとって重要な課題なわけですよね。もちろん保健省や科学技術省の Facebook などには中国製ワクチン使用に関する否定的なコメントは絶えません。そしてメリットの2つ目は特別な冷却装置がいらないということなんです。ファイザーのようなメッセンジャー RNA ワクチンの場合はマイナス80度といった超低温で輸送することが必要になります。そういった超低温ロジスティクスをいきなり東南アジアで揃えようとしてもなかなか難しい話なんですね。これに関してはイギリスのアストラゼネカ社のワクチンも同じように超低温のロジスティクスが必要ありません。マレーシアだけではなくインドネシアやタイなどの常夏の東南アジアではこの冷却問題がないということは非常に重要な要素になるわけですね。3つ目はシノバック社というかおそらく中国政府のストラテジーと言っていいと思いますがボトル詰めの製造技術をマレーシアに移管してくれるっていうおまけがついてくるんです。バルクで買ってマレーシア国内でボトル詰めするわけですね。これによってコストが下がりそして納期も早くなります。マレーシアでは中国医学科学院医学生物学研究所が開発するワクチンの治験を始めようとしています。もしこの治験からある程度の有意性が認められればこのワクチンも選択肢に入ることになると思います。非常事態宣言で権限が強化された内閣では軍に対しても一般人の逮捕権を与えて活動を制限しています。しかしこれらの活動制限はおそらくワクチン接種までの時間稼ぎなんだと思います。それでは今回の動画は以上となります。皆様もコロナウイルスに感染しないように気をつけてお過ごしください。高評価やチャンネル登録もお待ちしております。それではステイホーム、またお会いしましょう。